思いました。そして最後にですね、妻にお土産を買おうと思ってデニム屋さんに入ったんですね。そしたら店主の方が三省堂ファンですと言って寄ってこられて、あの握手を求めてこられました。で、佐川さん今日から選挙なんでお願いしますねって言ったら、知ってます、あの応援しますって言っていただいたんで、思わずですね衝動買いをしてしまいまして、はい、あのメイドインジャパンだから高いですと言われながらもですね、2点ぐらいあのツアーのお土産と自分の服と買わせていただきました。そういったですね、ちゃんと国産のブランドで物をね作ってブランドにしているというのも、あの岡山県のすごいところだなと思います。まあ、三省堂もですね、いろんなグッズを作ってて、今まではですね海外製品とかを使ってたんですが、問いの皆さんがそれおかしいというふうに指摘されたので、これからの新商品は全てメイドインジャパンにすることにしておりますので、はい、その代わり値段は倍ぐらいになります。 T シャツ1枚7000円とか8000円しますけども、でもそうやってね、やっぱりいいものをちゃんと守っていくっていうことをやりたいんです、我々は。で、それを岡山とかはきちんとブランドとしても観光業としても残しておられる、それはすごくいいなというふうに思いました。そんな街で三省堂の議員が誕生してほしいな、私は強く思っています。高田伊作さん、ご存知のように県議選にも昨年出られて一生懸命やっていただきました。届きませんでしたけども、彼は止まりません。もうすぐに次の日からですね活動を始めて、ね、やる気満々です。進撃の巨人という漫画ありますけど、私いつも進撃してるから、そういう人ですよこの方は。私もね、止まらない回遊魚って言われてるんですけど、佐賀さん見てると、あの類は友を呼ぶなというふうに思っているところであります。でも、まあ、あの話がそれましたが、そんなね、人口も結構いる、そして文化もある、ね、産業もある、そんな倉敷市でも佐賀さんが言うように人口減っていくんですね。これは倉敷だけの問題ではありません、国全体の問題です。もうずっと分かってたんですよ、人口減ってこうなるって。でも何もしてこなかった。少子化対策とは言ってきたけれども、全然本気でやってこなかった。それが今の現状です。このままいったらどうなるか皆さんも分かりますよね。あと70年もすると人口半分になる計算なんです。その部分を外国人で埋めていきましょうというのが自民党が出している政策ですよ。はっきりとは言いません、移民政策は取りませんと言いますが、彼らは、政府はですね、移民の定義を明確にしてないんですよ。外国では移民というのは、外国からやってきて1年間日本に、外国に住んでる人を移民というんです。これが国際的な定義です。でも日本は移民の定義を言わないから、全部移民ですねって言ったら、違います、技能実習生です、移民ですねって言ったら、いや違うんですというふうに、移民という言葉を使いたがりません。でも完全にもう日本も移民政策進めていくんですよ、これから。でもね、皆さん、もっと視野を広く見てください。移民をたくさん入れた国どうなってますか？アメリカとかヨーロッパどうなってますか？ね、確かに人口はそもそも維持できてるかもしれないけれども、文化守れてますか？経済や治安はどうですか？文化はどうですか？入れた国、大量に入れた国は本当にそこで苦労してますよ。犯罪増えてますよ。ただただ人口維持して経済回していくだけではダメなんです。それはもう欧州の国々が日本にもうモデル事例を示してくれてるんだから、我々日本はそうじゃない方法で、ね、もちろん外国の方来てもらうのいいですよ、移民ももちろん日本に同化してもらう形だったらいいと思いますが、ヨーロッパやアメリカのように大量に外国人に依存する、ね、そんな政策は絶対やっちゃダメなんですけれども、政府はそれをやろうとしている、ね、だから私は国会議員だから、本当は国政選挙でそれをもっと訴えて皆さんにそこを問いたいんだけれども、けれども結局いきなり我々のような小さい政党が大きくはなれないですよ。一生懸命言ってもね、昨日も東京でパンデミック条約反対のデモがありました。関係者もたくさん行きました。賛成党員も議員も行ってましたけれども、せいぜい1万数千人ですよ、ね、あれでは止まらないんです。もちろんやらないよりもどんどんやった方がいいんだけれども、それでは止まらないんです。じゃあどうやって止めていくか、国の政策を。それはね、地方自治体からしっかり声を上げていくということなんですよ。地方の声をしっかりと国に届けていかないといけません。ですから私は昨日デモに行かずに、ね、岡山に、最初は鹿児島、そして岡山の笠岡に入ってですね、地方議員の選挙を応援してるんです。国の政策を変えたいから、皆さんの暮らしを守りたいから、そして子供たちや孫の世代にいい日本を残したいからです。佐田さんと私は同世代で、ね、ご長男5歳、私も長男5歳、共通点はそれぐらいです。笑うとこです。そうです、共通点たくさんありますけど、
にこれからなんですよ、うちの子供たちは。でまだ彼らは何もできません、5歳だからね、何もできない。でもその子たちの分も我々やらないといけない。正直選挙に勝つだけだったら高齢者の福祉とかなんとか無償化を訴えた方が票になる、圧倒的になる。若い人たち選挙行かないし、子育て世代は忙しくて政治に無関心だからね、選挙に行くのは70代80代ね、そこの方々の政策を訴えた方が票になる。でも申し訳ないけど70代80代の方が喜ぶ政策に力を入れてると国の未来がなくなるんですよ。申し訳ないけどこんなことを政治家が言ったら怒られるかもしれないけれども、でもね、勇気を持って言わないといけない。子供や孫の世代の政策を考えましょうって。真田さんもさっきそれを言った。なかなかご本人は今選挙が始まってるから言いにくいかもしれないけれども、私は党の代表として参政党っていう党はやっぱり子供や孫の世代のことをしっかりと考えたい。だから真田さんも言ってくれたように政策の一番が教育なわけですよ。教育ね、さっき人格の完成形成が大事な目的だ、その通り、教育基本法にそう書いてある。けどもやってやるのはテスト勉強、学校でやってるのはテスト勉強、偏差値で子供たち測って競争させる。でも皆さん、それに勝ち残った子供たちがどうなりますか。偏差値競争で勝ち残ってゴールは東大に行くってことですよ、日本だったら。東大に行ったら本当に幸せになれるんですか。東大に行ったらお金持ちになれるんですかね。そんな時代はもう終わったんですよ。東大に行って日本の一流企業に入ったって給料は知れてますね。お金だけ稼ぎたいんだったら日本の大企業に入るよりオーストラリアとかスイスとかアメリカ行ってアルバイトをした方がお金もらえるんですよ。もうカリフォルニア州なんかファーストフード店のアルバイトの最低時給が3000円ですから。最低時給が3000円ですよ。じゃあ本当にもっとね、繁華街のあるところだったら4000円5000円もらえちゃうわけじゃないですか。それだったら学生何人かで海外に行ってね、部屋をルームシェアして自炊しながらアルバイト一生懸命したらすぐに数百万貯まりますよ。お金稼ぐだけだったら東大に行くより海外に出稼ぎに行った方が早いというぐらいの経済力になってるんです。それが日本の今の実力なんです。そのことを皆さんが知っていただいて認識していただいて子供たちや孫の世代に教えてあげてください。だから何のために勉強するのか、それはいい大学に行っていい会社に入るためじゃないよと、ね、じゃあ何のため、それは皆さんが子供たちが日本の希望なんだから、あんた方が倉敷の未来を考えるんだと、岡山県の未来考えるんだと、ね、で今こういう課題がある。人口減少、ね、高齢化、ね、どんどん水道が民営化されていく、さっき野さん言ってましたね。そういった課題もありますし、どんどん病気になる人が増えている、ね、経済がダメになっている、もう様々な課題ありますよ。電気が足りない、食料が足りない、ね、おかしくないですか皆さん。人口は減るわ、ね、電気は足りなくなるわ、ね、食料は自給できないわ、みんな病気になって、ね、医療費ばっかり払ってるわって、これ偶然？偶然ですか？世界中がそうならいいですよ。世界中が食料足りなくなってて、世界中が人口減って、世界中が不安になってるんだったら、日本もしょうがないよねと言えますよね。けども違うんですよ皆さん。こんなね、4つも5つも6つも課題ばっかり抱えてるのは、我が国とお隣の韓国ぐらいです。韓国もひどいです、なかなか。ね、なんで？なんで日本ばっかりこんな不利な状況に置かれるんですか？それは戦いに負けてるからじゃないですか？戦いっていうとね、皆さんすぐ戦争を連想するかもしれない、ね、でも戦争って人間が武器とかミサイル撃ち合って、ね、戦う殺し合うことが戦争だと思ってる人が多いんだけれども、それだけが戦争ではありません。実は戦いっていうのはまず情報から始まります。要はそんな相手を武力で倒さなくても情報で騙して向こうの富を奪えば、ね、それで勝てるでしょ、ね、もし向こうが騙せないと思えば経済的にプレッシャーをかけて、ね、経済力で相手を乗せてしまえばそれで富を奪えるでしょ。戦争の目的は相手の富を奪ったり、ね、相手を自分の思い通りにすることですよ、ね、人が戦うとミサイルを撃ち合うっていうのは最終形態であって、その前の段階で経済性や情報性があるんです。我々はそういったものにさらされてるんですよ日々。でも日本人は大東亜戦争に負けてからそういう教育を一切されてないから分かってない。国際情勢が全然分かってないので負け続けてるんです、いろんな分野で。
か。アメリカに忖度しなくて独自の国益を追求できるんですか。日本の子供や孫の世代は独自に日本の戦略を考えられるんですか。このままで無理ですよ。ずっと言いなりになりますよ。この先何十年、時間が経てば経つほど抵抗できなくなるんですよ。自分たちの意見言えなくなるんですよ。だって人口減りますもん。経済力落ちていきますもん。そして考える人がもっと減りますもん。外国人が入ってきてその人が政治家になりますもん。ね、もうそうなるんですよ皆さん。これは陰謀論でもなければ、私は皆さん脅してるわけでもない。事実を適時してるんです。厳しいけどそういう状況になりつつあるんだと、おそらくそうなるんだということを皆さん認識してください。そしてそれを変えれるのは、民主的な方で変えれるのは、さっき坂田伊作さんが言っていた選挙しかないわけですよ。選挙しかないわけです。だから坂田伊作は進撃してるわけですよ、選挙あるたびに。ね、選挙を通じて勝ち負けも大事なんだけど、それ以上に坂田伊作は訴えたいわけですよ。皆さんにその問題を知ってもらいたいわけですよ。そのために彼選挙出てるんですよ。このことをぜひ倉敷の皆さんには分かっていただきたい。5000、2議席しかないんですよ今回。